はい、皆さんこんにちは、配信室、本日はですね、最近のですね、この円安なんですけども、海外の人たちも円が安くなっていてもですね、だいぶ気づき始めてきた、こういったお話についてしてみたいと思います。もし本日の内容に興味ある方はで最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。はい、それではですね、早速、本日のコンテンツの方を始めていきたいと思います。昨年とかね、まだ1ドル130円、140円ぐらいの時にではですね、私も海外メーカーと多く話しているため、いろいろね、円安で大変なんだっていうことを伝えても、円って安くなっちゃったのとかっていうふうにですね、知らない人たちが結構まだいたんですけども、さすがにね、この160円とかになってくるとですね、アジアの人たちは結構気づいている人が多いんですけども、例えば欧米、欧州とかそれも最近ではちょっと円安になってきてっていう、そういった話をするとですね、そうだよね、みたいな。今すごく落ちてるよねっていうのはですね、さすがに反応してきております。ということはやっぱりですね、円がですね、かなり暴落しているということがおそらくニュースになっているのではないのかなというふうに思います。我々の方でですね、このトルコリラとかアルゼンチンペソというのはですね、だいぶ暴落しているというのはですね、多くの国民も知っていると思うんですけども、最近まあこの160円ぐらいになってくるとですね、かなり円安になってきているというのがですね、海外のニュースでも結構取り出されている可能性があります。ということですね、日本は最近安いから日本に行きたいと思ってるよっていうようなですね、ことを言ってくる、まあ、例えばイギリスの方だったりとかアメリカの方々っていうね、海外のメーカーさんとかが結構いらっしゃるので、さすがにですね、円安になってきていることが世界の人たちにも伝わっているというのがですね、ここ最近私が思うところでございます。本当にですね、今円がですね、非常に落ちてしまっていますから、海外の人からするとですね、より多くの人がこう日本に来たいと、強いドルを持って来たいというね、気持ちは本当にね、よくわかりますし、我々の方はですね、そういったインバウンド旅行者に向けてですね、まあ、ビジネスを展開する、もしくはですね、日本の商品をより海外に輸出するっていうのをですね、しっかりやっていく、そういう感じでですね、円安を逆手にとってですね、ビジネスをする人たちっていうのはですね、生き延びていくのに一つ重要になってくるんじゃないかなというふうに思います。ということでですね、本当に刻一刻と変わる為替相場ですね。本当にね、私が来た2年前とかっていうのはシンガポールドルも86円ぐらいだったので逆に円が強かったんですけども、本当に2年半であっという間に逆転してしまいまして、今ではですね、円のがシンガポールですら弱くなってしまったというところで、本当にですね、海外で住むためにはですね、ドルを稼いでいくっていうのがですね、重要な任務になってくるというのはですね、ここ最近の動画では結構言ってるんですけども、そういうことが今感じております。ということでですね、まあ引き続きですね、トレンドが起きている時っていうのはですね、今のところですね、この円安が続いていますけども、うまくですね、立ち回っていけるようにしたいなと思います。もし本日の内容が良かったのでぜひいいねをお願いします。チャンネル登録の方でこちらの方からよろしくお願いします。 X の方もですね、こちらの方からフォローして幸いです。また響かせるノウハウについてメルマの方も配信してますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。 Thank you guys for watching and I see you guys tomorrow. Bye.